じゃあこんにちは、はい、さあ豊さん、はい、この投手はどこへ行くんですか。お誰だ。オリックスの山崎福也投手です。お FA 権行使しました。一野球人として一度オリックスも含めて他球団の自分への評価を聞きたいと思いました、まあ、オリックスへの宣言残留も含めて、まあそれはそうだね、はい、今後動いていきますというふうに山崎投手は語っているんですけれども、そうだね、でプラスオリックスはすでに条件停止も行っていて、はい、残留を強く望む球団方針を本人にはもうすでに伝えたというふうに報じられています、はい、米争奪戦になるんではないかと。もう DeNA が獲得調査に動き出したというのがまずはもう報じられました、はい、さらにヤクルトも行きたいんじゃないかと、まあ、そのあたりも報じられています。巨人、ソフトバンクなども興味を示しているという記事も出ました。ソフトバンクはないような気がするよ。お、これはどうして。またこれはね、埼玉出身、日大三高、明治、はい、もう関東育ちのバリバリの関東人の。そうですね。それとバッティングが好き。そうか、もうこの年で二刀流でも始めようかっていうぐらいバッティングが好き、はい、ということはだからセリーグに行きたいのかなっていうような気はするよね、うん、バッティングいいよやっぱり。そうですよね、うん、それと取りやすいのが C ランクという、うん、何の保証もいらずに取れるという。美味しいですね。美味しい。だからその分お金も用意できるというね、少しは両方と。あ、だから DeNA、ヤクルトでも熱心なのはヤクルトだな、うん、お、それはどうしてですか。左ピッチャー不足に泣いてるという。そうか、うん、でピーターズがね、あの左のピーターズがいなくなりました。それと DeNA はやっぱり今永がどうなるか分かんないけど、うん、東がいて、はい、浜ちゃんがいて、ね、で結構左ピッチャーいるんだよ、うん、そういう意味では重宝される、自分が必要と本当にされるところっていうのは、はい、今のところ考えるとヤクルトだよ。ヤクルト、うん、進路を決めるポイントとして本人が言っているのがやっぱりしっかり投げられる環境、うん、そういうところを一番重点に置きたいと話しているので、やっぱりしっかり投げられる、左で重宝されるっていうとヤクルトが今のところ。まあそうだな、ヤクルトって久しぶりに10勝投手、うん、小川が今年達成したけども、はい、なかなかいないんだよね、うん、なかなか。だからまあそのぐらいピッチャーがこう苦しんでるという、はい、で今年 DeNA の方はやっぱね、うん、DeNA もね育ってきてるよ、下からも、うん、やっぱちょっと悪かったら、うん、ローテーションの低い方に行ったりだとかする可能性もあるよね、はい、でも山崎幸也がヤクルトに行くと、うん、エース級で迎えられる確率が高い。そうですね、やっぱり左であれだけ緩急が使えて、はい、いや面白いピッチャーだと思うよ、うんうん、でバッティングが好きでしょ。そうなんです、うん、そのバッティングに関して他球団のスカウトが打撃に関して言えばアマチュアの時からミート能力が天才的、うん、プロに入って打席にほとんど立っていないのにきっちり変化球にアジャストできるし直球にも振り負けない。セリーグの球団に移籍したら打者としても厄介です。投手が打席に立っているとは思わない方がいいと。まあ、そうだよね、はい、評価されてます、まあ、ヤクルトの日本シリーズでわざわざ神宮で投げて1、2塁間引っ張ってなかなかね引っ張れないからピッチャー、そうですよね、ピッチャーね、そう簡単に1、2塁間抜いていったりだとか、うん、やっぱバッティングも非凡なものがあるよね。そうなんです。ヤクルトだと確実にローテーションに入ってくれる、はい、まあ、DeNA でも入れるけどもね、はい、でも何番手かっていうとどうなのかっていう。でもヤクルトだったらまあ小川とか、はい、山崎幸也ドンっていう風に、お、うん、上位 あのローテーションの扱いだよね、うん、はい、まあ、ヤクルトが可能性は強いかなっていう風に。そうか、まあ、ジャイアンツでも面白いけどね。ジャイアンツの線っていうのはどうなんですか。なくはないよ。なくはない。でも他球団がこれでお願いしますって言ったら、いやその倍出しましょうみたいな、なってくると、えみたいな、こんなお金もらっていいのみたいな。そうですね、なっちゃったらそれは心は揺れるよね。巨人的にはやっぱりね、先発ピッチャー欲しい。いや欲しいし、ジャイアンツだってバッティングしなきゃいけない、ね、そうですよ、うん、巨人も調査には入ってることは入ってると思いますか。だからいろんな FA の人間がいるじゃん、はい、例えば日本ハムの加藤がどうなるかっていうのがね、うん、まだ見えてこない中で、うん、欲しいよね。欲しいですよね。いや C ランクっていうのが魅力だよ。そうなんですよ、ね、だって10勝上げてるピッチャーで C ランクだよ。いやそうなんですよね。でキャリアもあるし、はい、でバッティングもいいという、うん、でもやっぱ最近
そのピッチャーのバッティングっていうのが見直されて、うん、先発ピッチャーがチャンスで打つと確率が高いしね、はい、だからそういう意味ではすごく貴重な存在になりそうな感じがするよね。ですよね。ここはだからそのパリーグのソフトバンクが例えば一番あの金額多かったとしても打席に立て本人が立ちたいんであればそこはやっぱセリーグっていう風になりますね。やっぱ環境じゃないのかなと思うよ。俺もね関西に行きたくなかったんだよ。あ、そうですか。嫌だったんじゃなくて怖かったんだよあ、まあなんかいや当時いろんな構想があったからなんかすごくなんか怖いイメージがあったわけよ。あのそうですよねいやで同級生にそれらしき息子がいたわけよはい、はい、それについていった時それだったわけあ、それだったんですか、ね、うわ怖かったわけよいや今はあれですよ。今はもう全然今現役だったら全然関西 OK ですよ、はい、オッケーだけど、なんか当時俺らの時は怖かったじゃん。だ外も歩けるのかなとか。歩けないよ、まあ、肩でこうやって歩いたのをこう避けなきゃいけないみたいな。そんな感じ、うん、まあ昔のイメージはね。で住む環境って大事なんですね。いや大事だと思うよ。俺が例えば広島にね取材で行ったりだとか、うん、仕事で行った時にはやっぱ隣山口県じゃない、はい、同じ匂いがするというか、うん、まあ、そんな感じがするんだよね、はい、だからやっぱり環境って大きいと思うよ、うんうん、自分が FA せっかく取って住み慣れた、はい、だから懐かしい地に帰ってくるっていうのはもう分からないでもないよね。全然そうですよね、うん、山崎幸也の土地だと引退してからのこともやっぱりいろいろ考えてて、はい、まあ、こっちの方が環境的には仕事しやすいのかなっていうふうに考えるとやっぱこっちを選ぶ可能性があるよね。関東十分にありますよね。十分あると思う。セリーグで関東圏だ、まあ DeNA、うん、それからヤクルト巨人っていうのがやっぱり絞られてはきますよね。そうそうそう。あとはそういった球団が FA すら他のその日本ハムの加藤投手とどう並行しながら山崎幸也投手を取りに行くのかなとか、まあ、だからまあそこら辺の駆け引きもある、うん、まあ、2枚取れたら大きいよね。ちょっとすごい大きいけどそうもいかんだろう。そうは問屋がねやっぱ資金っていうのがあるからね卓、はい、球が、うん、だからまあ DeNA に入っても面白いと思うけどね。そうですよね、うん、確率的にはヤクルトの方が上なのかなっていう感じはしないではない、うん、まあ、あの六大学の時に明治の時に神宮っていうのはね、まあ、まあ確かに、まあ、日大三高の時もね予選とか、ね、まあ、決勝トーナメントぐらいからはもう神宮とかいろいろ使うだろうし、はい、まあ、そういうこともあるのかなっていうような気はするけどね。そうですね。豊戦的にはもうどの結構早く決まりそうだと思います。その本人的に発表というか、まあ、性格的にはもう早く決めて、うん、落ち着いて準備したいっていうタイプだと思うけどね。そうですね、うん、だからそんなに時間をかけないとは思う。あ、ただ各球団の動きがどうかっていうことで、自分が早く決めたいと思ってもさ、うん、やっぱ各球団の話聞く時間があるからさ、スケジュール、やっぱり自分の評価を聞いてみたいっていう、うん、まあ、一つの願いがあるわけでしょ。そうですね。だからそこに持っていくには、うん、それはそうね、お互いの時間のやりくりもあるだろうし、はい、そんな簡単には決まらないとは思うけども、うん、気持ちの上では早く決めて落ち着きたいっていうのがあると思う。それはオリックス含めて。あ、そうですね、もちろん、もちろん、もちろん。ただオリックスにいたんでさ、本当に優秀なのがどんどん出てくるとさ、やっぱ投げる場所がなくなる可能性もあるからさ。そうですね。そうなってくると、まあ移籍っていうのは賢明な手段なのかもわからないね、彼の人生を考えた時に。そうですね。それは球団はね、残ってくれって言うよ絶対、うん、やっぱ左の貴重な戦力だし、はい、将来的に見た時にその座がなくなっのが他球団と比べて、あ、これ早いぞみたいな、はい、思ったらやっぱ移籍して寿命を長くするっていうのも手は手だよね、うん、そうですよね、うん、山崎幸也投手 C ランクということで、どうこの球団が彼を取りに行くのか、それとも残留するのかも含めて、まあ、性格も紳士的だし な、ね、なんかスマートだし な、 なんかね、そうですよね。だから本当に爽やかな感じがするし、はい、イメージはいいよね、すごく、うん、なので、うん、どこのユニフォームも似合いそうです。ヤクルトでも DeNA でも。俺はユニフォームだけ言えば DeNA が似合うと思う。ああ、本当ですか、うん、私なんかヤクルトなんですよね。そうかDeNA ですか。お、俺はなんか DeNA のユニフォームは様になる感じがする。あ、
じゃあこれ DeNA とヤクルトの一騎打ちになるかもしれないですね、もしかすると。まあ、可能性はあるな。十分ありますよね。はいはい、まあ楽しみだね。はい。はい